スピーチをしてくれたんですけれど、
皆様の共通のメッセージとしては、今ある交通をどのように快適かつ安全に使っていくのかということについて、さまざまな提案がありました。それがまさにメッセージだったと思います。で、そうですね、はい、まあ、このメッセージっていうのはですね、私たちには、まあ、共感という形で発表にもありましたが、共感という形で私たちにも伝わってきた問題意識というのがありました。で、私が、この公表を通して皆様にもう一度お話したいなと思うことは、ではこの共感できた問題をどのように解決していくのか、これを考えるときに、お近くの皆様と一緒に話し合ってほしいなと思っております。で、そうすることで本当に社会を変えていこうという力にしていってほしいなと思っております。それから今、席としては後ろの方を